価値が伝わる広報、デジタル時代への適応、広報委員会。私たちが私たちを知る会員交流 SDGs 推進委員会。一人一人の個性輝く人材育成研修委員会。未来を描く拡大実践拡大委員会。時代に即した青少年育成の実現青少年育成委員会。未来に即した組織変革総務委員会。温故知新のもと地域に JCI 町田の浸透防災委員会。JC ってなんだ。サイコロの6面体っていうふうに今言われることがあって、1っていう方向から見れば場合によって6が見えない、ある立場に立てばきっとある立場が見えないふうになることがあるのかもしれません。振れば必ず進むんです。それぞれみんながいろんな立場で見える面もあれば見えない面もあるかもしれないけど、前に進んでいける団体、きっと JC ってそういう団体なんだっていうふうに思っています。2023年は5年先10年先を考えてですね、会員が未来のことを考える、町をですねどのようにしていきたいかっていうことを考えて作っていくっていうような一連にしていきたいと思っています。1949年、終戦から5年、戦後の焼け野原が残る東京の地において、日本の青年会議所運動が始まりました。東海を見てみれば、町田市が発足をして約10年をした1967年、11月2日に、そこを締め、本年56年目を迎えることになりました。今一度問う、私たちの役割は何か。世界を見ればロシアによるウクライナ侵攻、さまざまな感染症が世界を覆っています。国内を見てみても不安定な世界情勢に端を発したエネルギーの高騰、少子高齢化などなかなか明るいニュースが見当たりません。こんな時代だからこそ、サバイカー党が申された多様なつながりで未来を描き、希望に満ちた町田へという思いは、みんなで共有されるべきであります。こうした時代だからこそ、すべての世代の人々に生活の質の実感を向上していただくという石坂市長の思いは、みんなで実現していくべきであります。東海においても、町田の将来のあるべき姿を考えるという設立当初の理念に立ち返り、会員が一丸となって志と使命感を持って町田の未来を描いてまいります。申し遅れました。私、2023年度理事長職を仰せつかります、神永則明と申します。どうぞよろしくお願いします。私たちはまず3つのことを実現したいというふうに思っています。1つ目、 SDGs のさらなる推進。2つ目、行政や地域と連携した防災の実現。3つ目、文化をつなぐ、文化を作る青少年育成の実現。
1つ目、 SDGs のさらなる推進を実現する。なぜこんなにもゲリラ豪雨が降るのでしょうか。水害が多発してしまうのでしょうか。当たり前のように存在をしていた地球、私たちの子供たちは本当に地球で住み続けることができるのでしょうか。 SDGs は国連が採択した持続可能な開発目標です。自治体や行政、企業や住民が自主的に取り組むべき行動規範でもあります。町田の未来のために我々は何ができるのでしょうか。 SDGs の実現のためには企業の活動のみならず、行政が持続可能な町づくりに臨むこと、これも肝要だというふうに言われています。町田青年会議所においても行政に働きかけるなどして SDGs の未来都市を目指すなど、地域の価値の創造に貢献してまいりたいと思っております。2つ目、行政や地域と連携をした防災を実現する。まちづくりを考えたときに解決するべき課題は多く、その一つに住民の生命や健康を守ること、このことが挙げられています。関東大震災から100年が経ちました。東日本大震災からも相当の年数が経ちました。ただ今目の前に迫る首都直下型地震、これに私たちは不安を感じざるを得ない状況にあります。命に二つ目はありません。一つ目を守るのは私たちではないのでしょうか。津波が来る、その津波が来る方向に住民が逃げた、そのことによって失われてしまった多くの命がありました。もう一度申し上げれば、命に二つ目はありません。防災を考えたときになすべきことは何なのでしょうか。確かに町田市には津波は来ないのかもしれません。ただし土砂災害、河川の氾濫、火災、誰かの大切なその思いを守るべきは私たちではないのでしょうか。東日本大震災を契機として全国で防災の教育の見直し、マニュアルの改定が進められています。町田青年会議所においても町田市の防災の教育の在り方を考えるとともに、それを担う行政と連携をして、行政、地域団体、学校とともに危機に備える体制を構築してまいります。3つ目、文化をつなぐ、文化を作る青少年育成を実現すること。町田青年会所は健全な青少年育成の実現するべく、万博相撲大会を担うなど、町の青少年育成に尽力をしてまいりました。本年も町田青年会所万博相撲を実施し、文化をつなぐ青少年育成を実現してまいります。これに加えて近時は持続可能な開発のための教育 ESD が推奨されるようになりました。
青少年を取り巻く環境は変化し、青少年に対して求められる能力が変化したことによります。町田青年会議所においても、未来を担う青少年とともに、あるべき教育を考え、文化を救う青少年育成を実現してまいりたいと思っております。さらに3つのことを実現します。1つ目、志、使命感を持ち、行動力のある人材を育成することです。町田青年会議所は公開討論会の先駆けとなる事業、町田市において最初の市民祭を実現するなど、町田市の運動史において重要な役割を担ってまいりました。志と使命感を持ち、行動力のある人材を育成し、本国自身のもと、こうした運動を未来に続けてつなげていけるようにしてまいりたいと思っております。2つ目、理念に共感される会員拡大を実現すること。町田青年会所は40歳で卒業を迎える団体であります。私たちが大きな、より豊かな未来を描くためには、新たな仲間が不可欠です。町田青年会所に入って後悔したなんて絶対に言わせません。5年後、10年後の未来を思い、理念に共感される会員拡大を実現してまいります。3つ目、デジタル化を実現すること。世界を見れば、ブロックチェーン技術が開発されるなど、世界の技術の進歩は目覚ましいものであります。第4次産業革命を控え、世界の変化に追いつけたくなる前に、来るべき変化に備えるために、まずは私たちがデジタルというものにしっかりと向き合っていく必要があると考えています。大きく分けて2つ、まずは体内における名簿、これのデジタルプラットフォームへ移行を一部進めていきたいというふうに思っています。また2つ目、私たちは体内で選挙を実施しています。選挙実施においてウェブ投票の実施を検討するなど、来るべき変化に耐えられるデジタルの実現を進めてまいりたいと思っています。さらにこの5つを実現します。柔軟な組織運営、戦略的な広報、私たちの知る会員の交流、全国大会の成功、神岡青年会議職の積極的な交流。普遍すべきは4つ目、5つ目、日本青年会議所が行う全国大会、今年は JCI 東京が主幹となり、そして東京のその他のドームが副主幹となり、全国大会を実施します。副主幹としてJCI 東京を支え、全国大会を成功させます。5つ目の神岡青年会議所との交流、今日ですね、台湾の台中神岡がですね、我々と姉妹締結を迎えました。6年目神岡青年会議所の同志が来ています。シェンガジェシー先生、ありがとう。神岡青年会議所との今後の深い交流、積極的に行うべく、これを実現してまいりたいというふうに思っています。結びに変えて、仕事も忙しい、子供も小さい、友達と遊びたいし、趣味の時間だって大切にしたい。きっと町づくりは、ここにいる私たちがやらなくてもいいのかもしれません。それでも皆さんにとって大切な人はいますか？友人、恋
恋人、家族、SDGs が達成できなければ、その笑顔はなくなってしまうのかもしれません。防災を怠って、その命を失えば、戻ることはありません。与えられるべき、なすべき教育がなければ、未来はどのようになってしまうのでしょうか。誰かがやってくれる。でも、その誰かが、誰かこそが、ここにいる私たちみんなだと信じています。町田青年会議所は、色鉛筆って言われる団体でもあります。私たち一つ一つが輝く個性を持っているからです。一人一人の個性が輝けば、きっともっともっと大きく豊かな未来を描くことができます。バタフライエフェクト。小さな揺らぎが世界を変える、そんな世の中になりました。こんな世の中においては、私たちは未来を予測することは本当は難しいのかもしれません。そうであれば、私たちが実現すべき未来、5年先、10年先の未来を私たちが描き、ここにいる皆さん、私たちで未来を実現していこうではないでしょうか。5年後、10年後の未来を思う。私たちで一つの大きな絵を描いていきましょう。本年度も町田青年会議所2023年度町田市の発展のために邁進してまいります。どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。以上です。